いただきます。すごい甘くてなんか卵の味がして美味しいです。こんにちは、朝日新聞の赤田です。池上記者と一緒にディープフェイクとメディアの問題について取材をしました。朝日新聞の池上桃子です。今日は、私が写ってるこの動画を使ってディープフェイクっていう AI を使った合成動画を作ってみます。私が写ってる今の顔のここの部分が、先輩の男性記者の顔に入れ替わります。ちょっと早口言葉を読んで、早口言葉を喋ってみます。雨も赤いなあゆえを浮き藻に小指も泳いでる柿の木くりの木かきくけこ、アメンボ赤いなあゆえを浮き藻に小指も泳いでる柿の木くりの木かきくけこ。次にあのマスクをつけたり外したりしたらどうなるのかちょっとやってみます。マスクつけてみると私の顔は半分隠れるんですけど、これを AI はどういうふうに考えてどんなふうに処理するのかを見てみます。外すとこんな感じです。とっても難しい問題だなと、メディアにとっても、我々メディアの中で働いている人間にとってもとても深刻な問題だなというふうに考えています。